CD の最初の曲にクライスラー作曲のテンポディメネットという曲を選びました。その曲は3拍子のテンポでとても明るく、演奏している私もいつもとても幸せな気分になります。クラシック音楽を中心に演奏しております。何百年もの歴史を持つクラシック音楽は、今現在演奏してもとても新鮮で新しい発見がたくさんございます。このクラシック音楽をずっと長いこと、引き継いで大切に演奏してまいりたいと思っております。今の世の中にはたくさんのジャンルの音楽が満ち溢れております。その中でクラシック音楽は特に若い人などには少し分かりにくいとか敷居が高いとかいう印象を与えてしまうこともたくさんあるかと思いますが、若い人からお年寄りまでたくさんの方にクラシック音楽を聞いていただきたいと思っております。日本の伝統的な音楽との違いは主にテンポの取り方と音程の違いだと思います。西洋の音楽は決まったテンポに基づき、リズムが正確できめ細かく指定されておりますが、日本の音楽は自由なテンポの取り方や音程も少し西洋の感覚よりも低いような気がします。化粧品のモイスチャークレンジングジェルでございます。私はこのクレンジングジェルに出会ってから1日も欠かさずこのジェルでメイク落としをしております。とても軽いタッチでしなやかに伸びて、そして洗い上がりがすっきりさっぱり、そしてさらに突っ張り感がなく、とてもしっとりして私の生活には手放せない一品です。すごい。